ということでね、コズの趣味部屋、今回ご紹介するのはね、僕のヒーローアカデミアから爆豪勝樹、はい、こちらのねめちゃんこでかいんですけれども、4分の1スケール、はい、そちらのフィギュアですね。まあこれはねガレージキットではないんですよね、はい、普通のフィギュアです。はい、まあね、箱を回転させてね見ていただいた通りね、うん、まあ、固定したポージングのフィギュアとなります。はい、まあね、箱が大きいんで全容がねちょっと収まりきれないんですけれども、まあ概ねね回した通りな感じですね、デザイン的にはね。ということなんでね、ちょっとこちら箱から取り出してね、まあ、どのように入っているのかというのをまずは見ていただきたいと思います。ということでね、また1回転させてみましたが、やはりブリスターですね。はい、まあめちゃんこでかそうだね。いやこれは一応ね、ブリスターは3層構造かな、はい、まあそのようになってますんでね、まあとりあえずブリスターから取り出しちゃいましょう。はい、一応ねブリスターから取り出しました。ではね、パーツを見ていきたいと思います。まず台座ですね。台座、はい、でかいでかい台座でもね、これ見て思ったんですけど、ダボ穴ないですね。平面だこれ。ただ普通に俺普通にこれ置くだけだね。そういう台座ですね。うん、これあってもなくても意味ないんじゃないかな、うん、逆にこの台座の、ね、幅がある分ちょっとね飾るのに場所取りそうだよね、うん、別に台座なくてもいい感じですね。はい、で次、続きましては、ヘッドパーツの一部ですね。はい、こちら、はい、まあね爆豪の象徴的なね、うん、頭部につけるパーツですね、はい、左右で大きさが違いますね、はい、続きまして、左腕ですね、はい、こちら、はい、もうすっごいですね。特にここのね金属の質感の再現が半端じゃないね。いやすげえ、うわ、でねすごいシャドウもねはっきりねこう入れてあってね、めっちゃくちゃねリアル感がある。この手のひらもね、いやすごい、いやこれだけでめちゃくちゃ大きいんですけれどもね、はい。続きまして右腕、はい、こちら、はい、いやこれも左腕と同様にねかなりよくできてます。いやすごいな、質感の再現度が半端じゃねえ。いやこの手のひらの塗装とかもねめちゃくちゃ細かいね、うん、リアル。はい、次はね本体見ていきましょう。こちらバーン、重い、いや重いけどこれすっげーよくできてる。でっかいね、ほんとこれやっぱ、しかも出来が半端じゃねえ。めっちゃそのまんまだな、もうこれはそっくりそのまんま。いやこれね最高だね、
スタチューと違ってね、フィギュアなんでね、そうそう壊れたり折れたりするもんではないんでね、そこが安心できるところですね。すさまじいな、細かいね、もうね、本当に。もう何よりね、この金属の質感の塗装がめちゃくちゃすげえな。で、この顔がめちゃんこいい。口の造形とかも抜かりないね。髪の毛もね、ほんとシャープですね。いや、これすげえ重いな、ほんとに。はい、ではね、すべてのパーツをね、つけてみたいと思います。はい、頭部のね、このパーツなんですけれども、まあ先ほども見た通りね、ここにね、魚のね、ヒレみたいなのがくっついてますが、これはね、要は仮で留めてあるやつですね。これを普通にこう抜く、はい、そうするとね、穴が現れるんで、そこにくっつけると、はい、そのためのピンですね、これね。最初からあるかのようなパーツですよ、これ。で、これを普通にここに刺す。はい、はい、またサイドなんですけれども、これ腕の一部かと思ったら、これ収縮防止ピンっていうやつらしいんですよ。要はこうフィギュアなんで、こうキュッてね、収縮伸縮しちゃうんですよね。さあ、それを防止するためのピンですね。なので、これを普通に取るらしいです。はい、こうやって取る。で、これでくっつけていくっていう感じですね。いや、すごいね、こういう、俺このままつけるのかと思ったら、これ違うんだね、収縮防止ピン。はい、ということでね、完成しました。いや、すっげえ迫力これ全部合わせたらボリューム感がめっちゃすごいね。いや、4分の1はさすがにでかい。もう4分の1っつったらね、もう海外のガレージキットのサイズですよねいや、それをね、普通に国内正規で立つって結構なかなか珍しいですよね、4分の1サイズは。いや、これはすっごいな。とにかくボリュームがすごい。これね、爆豪ファンだったらこれを押さえず何を抑えるっていう感じの、すごい出来ですけれどもね。はい、いや、これは素晴らしい。一応ね、回転台座に乗せてね、じっくりと見ていただこうと思います。はい、この機会にぜひチャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、今日はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。